水やりありがとうございます。2024年3月の19日22時11分。この3月の19日の夜はね、2割ほど出てましたね。すべてエルフシルバーの時もあります。これ時間帯とかが本当に大事ですね。次の日になりました。星の種に関しては3月の19日のもう夕方ぐらいから全く出なかったので、畑は放置しておりました。今、6時36分ですね、20日。これ後で紹介しますけど、0時ちょっと過ぎは、もっとすごかったです。私これちょっと出遅れておりますね。この時間帯だったら、プラス4とかです。あと袋にシャベルがちゃんと報酬で出てるのを確認したので、ちょっとシャメ取っておきました。この後トマトを植えたりとかして、10時26分ですね。もうだんだんね、もらえる数がね、少なくなってきます。プラス2とかです、トマトで。この日は13時以降はもう出なくなりましたね。なのでもう、ガイドクエストとかで、デイリークエストなどをね、やっておりました。収穫の撮影してなかったんですが、トマト一面に植えて、2024年3月21日、0時8分、星の種13個入手できました。これ日が変わってからね、収穫するのいいかもしれません。あらかじめ植えといて。この後、トマト一面に植えて、目覚ましを4時間後にセットして、早朝の4時です。このような感じでプラス14とか手に入りますね。この後、満腹に刺して、トマトをまた植えておりましたね。で、7時50分、まあ、約4時間後です。これね、失敗しましたね。トマトじゃなくて、胡椒とか刻めばよかったです。もうプラス2になりましたね。まあ、これで出たからプラス3でしょうか。星の種が出るようになったら、もう時間との勝負なので、まあ、胡椒とか、茶葉とか、植えるのいいと思います。2024年3月21日、もう出なくなりましたね。だからもう、今回はもうみんな、一気に0時になってから、どん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 収穫したみたいな感じですね。まあ、例えばもうレベルもうちょっとで上がるから、まあ、トマト、もう出ないと思いますよ、これ今日種。だからこのトマトを一面に植えて、また0時5分とか、次の日になった瞬間収穫して手に入れる。ちょっとレベルアップしてこのトマトやってみますか。多分出ないと思います。ちょっと仕込みますね、この辺。レベル35になりました。ジャム屋とか、畑2個とか、お餅とか、リンゴジャムができますね。で、2024年の3月21日9時56分ですね。これもう、多分星の種枯れてると思います。これやってももう多分、今日は出ないと思います。それかまあ昼回復するか。今後どうなるか分かりませんよ。あくまで現時点の話ですからね。さあ結果は？ね、出ないでしょ。出ないからもう、今回は朝の0時から、まあ、7時ぐらいですかね。8時とか。まあ、それですね。だからもう星の種が全く出ないってことは、もうみんなが収穫した後みたいな感じですね。なのであとはまあ、こっちの方ですね。この星の種めっちゃ手に入った私いろいろやってたから今日で30個ぐらいも手に入ったかな。人によって変わるのかも。下にしかもログ流れてないですよね。この見分ける方法は下になんかログが星の種誰々さんが入手しましたっていうのが出てたら、まあなんか出てるのみたいな感じ。あ、ちなみに今私が解説してるのはホームランドのことです。ホームランドに関しては今こういう状況ですね。こっちのコロニーの方はね、私まだ持ってないので、検証してないので、ちょっと言えないですけど、コロニーも似たような感じかなとは思ってますけどね。なので私はまあ、今日の星の種、星の作物出る確率わかりませんけどね、出ないとか本当、1割以下ですよ。エルフシルバーだらけです。だからこれもね、試しにね、5個ぐらい植えとくんですよ。で5個植えとって、やって、銅の作物が、あ、結構出るなっていう時に、よし、今がチャンスだ。やりまくろうみたいな感じでやってますね、私は。で、これ、今後どうなるかわかんないけど、この星の粉ね、右下、CM 見て負けますので、これ。CM を見ました。まあ、このような感じでね。まあ、この星の種が出なくなったら、ソロ同盟じゃない人は、このキャベツとか、米とか、まあ、天才とかね、まあ、作っとけばいいんじゃないですかね。だから星の種が出るときはもうこっちの方とか。だからもう時間との勝負だからね。この茶葉とか胡椒とか。だからもう0時になった瞬間はまあ一番レベルの高いやつですね。で、寝たい人はまあトマトを植えてからまあ4時間後ぐらいとかで。で、もうなんか茶葉とか胡椒とかで、もう本当にね、最初に頑張るみたいな感じでいいと思いますけどね。その辺ちょっと検証してないから、
ね、なんとも言えませんけどね。まあ、レベルが高いほど星の種は出るんですが、全く出ない時もあるという感じですね。あと、このサラダもおすすめですよ。腹ペコのやつ。ちょっと前回紹介してないかもしれないけど、グリーンサラダですね。こっちの方もね、なんか作りやすくて、3時間で満腹。まあ、ポテトと、これも利用できますね。このフライドポテトもおすすめなんですけどね、回復するのに。ちょっと腹ペコのやつやってます。で、この中途半端に回復する場合は、まあ何回もやってるけど、この動画初めて見る人もいるかもしれないけど、これですね。これ。だからバランスよくなんかやるみたいな感じですね。私他のも作りたいんで、この小麦とか作るときは、こんな感じに挟んでます。長いやつを最後にしたりとかして、ちょっと有効活用させるために。これだとね、あれなんですよね。まあ、忘れるっていうかあれなんです。まあこれ、あと、火あるじゃないですか。ちょっと解説下手ですいませんね。これも満腹の時に一気にやるのがいいです。これ、右下見てください。積み込みのやつがたまに取れるんですよ。木材のやつ。あ、今みたいな感じ。ほら、手に入ってるでしょ。積み込み用の木材。だからね、結構ね、今後なんか修正されるかもしれないけど、現時点ではね、詰め込みのやつ、でも使い道ないですよね、あんまり。この、詰め込みのやつ。あ、出なくなっちゃったな、後半。あ、もう全部収穫したとか。で、枯れた木の時はまたこれか。食べるとか。あ、フライドポテトさっき食べてないからちょっと食べましょうか。フライドポテトもね、めちゃめちゃ回復します、こんな感じにね。はい。まあ、あとはまあ、いつも通り、ね、やっておきますね。この辺とかも。私見てください、これ。今度次のやつやるためにレッドフライいっぱい作ってるんですけど、これ何が一番いいのかっていうのは、ね、まだちょっと検証してないんで、今は言えませんけどね。肥料とお水、ありがとうございます。まあ、今後ね、ちょっと広告で星の粉負けなくなっちゃうので、まあ、たくさんちょっと植えてみました。まあ、とりあえず、5個ほどね、やります、本来は。今日は、1個出ましたね。そこそこいい方じゃないんでしょうかね、こちらは。ちょっと水やってないけど、まあ、これもちょっと5個ほどやってみますか。まあ、2個とか出てたらね、やりますけど、あ、これは今日はあまり出ないかもしれない。だから本来はま、5個ぐらいやって、銅の作物がま、2個ぐらい出たら、一気にやる感じで私はやってます。今1個だったからね、あまりなんか出ないような気がします、今日。ただね、現時点ではこの右下、何度も言いますけど、広告見て肥料、与えられるんですよね、星の粉。だからちょっとまあやってるみたいな感じですけど、でこれ1日1回1個で OK ですよ。収穫したらこちら星の作物を収集するっていうのがねできて、金曜日の夜に発表です。でこちらね、種とか肥料とかないときは、まあ今回初めて見る人もいるかもしれないから、広告のところでね、この種と粉は入手できます。ここの数今後変わるみたいですけどね。お水ありがとうございます。今度はちょっと10連でやってみますか。これ星の粉かけ忘れてたらエルフシルバーしか入手できませんからね。おお、1個ある。2個あったな。まあこんな感じですね。であと表示されないのもあるんですけど、これエルフシルバー全部合計した値と今から出るやつ見てください。ちゃんと加算されてますからね。あと広告見れなくなる恐怖で星の種が出ないので、もうこの星の種を植えといて、なんか誰かにね水をやってもらって、水やりしてもらったところをなんかどんどん今みたいな感じで開けていくのがいいんですけど、今回昼からもちゃんと出ないっていうのを見るために、まあ、今後わかりませんよ。今後は0時と12時更新とかになるかもしれない。だから今後はもしかしたら昼の0時以降もなんか出るみたいな感じになってるかもしれない。この動画を投稿してる時点で。あくまで2024年3月21日の場合は今このような現状になってるっていうのをね、ちょっとお伝えしておきます。なので早朝もう起きてどんどん収穫朝するのが現時点では正解ですね。じゃあちょっとまあ待ってみますか。4時間後ですね。お水ありがとうございます。15時30分ですね。下ちょっと1分以上下のログ見てたんですけど、種の入手の表示がないので、これやっても種は出ません。
種出ないって分かってるんですけど、本当に出ないのかちょっと実況で見せるためにやります。だから本来はこの現時点ですけど0時前にもうこうやってなってるのがベストですね。ちょっと畑2つほど増やしました。このようにゼロですね。だから私の場合今トマトが最高なんですよね。腹ペコだったら 50% の時間が追加されるので、それを計算した上ですね。まあこれ腹ペコじゃなかったら4時間でできるので、まあ20時までに全部仕込み終えてたら OK みたいな感じで、で0時ちょっと過ぎたら収穫すると種がね大量にね入手できるみたいな感じです。なのでもう出なくなったら出るまでも待つみたいな感じ。さっき今私収穫出ないの分かって収穫したんですけど、出るの分かってからも収穫するっていうのもありですね。でもこの時間帯はもうこの星の種とか植えてなんか広告見たりとかで置いといて水やりね待つとか、まあそんな感じですね。先ほども、ね、説明しましたけど、足りない分をやるとかです。星の種一気にまかないのは広告見るのもちょっと時間がかかるからですね。これだからちょっと植えては広告を見るって感じにやってます。であと今回もちょっとまあタイムクエストみたいなやつやろうかな。ブランコに乗ると子供の頃を思い出さない、たまには過去を振り返ってもいいわね。これもねちょっと実況で見せてます。このガイドクエストですけどね、これもねメインクエストのやつとかも忘れずにやってるので、で1日この150までゲットですね。で今日はこの星の種のねやり方やりました。2024年3月21日時点ですね。今後なんかまた仕様が変わる可能性もねあります。水やり本当にありがとうございます。こちら星の種を植えて広告を見て星の粉をかけてやってるみたいな感じですね。星の粉をかけないとこのような演出はできません。今回は銅の作物が2つ。お水ありがとうございます。おー3分の2で出ましたね。いや本当にね皆様ありがとうございます。まあ残りはもうちょっと水なしでねやっておきます。まあ、この後ちょっとねトマトを植えてまた次の日に備えるので、さあ結果はあまり変わらないかな。アップデートで今後水やりのラック数とかも変わるみたいですけどね。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。トマトを植えて次の日に備えます。